ッセージをいただきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは。ご苦労様でございます。社民党愛知県連合代表の富田勝郎でございます。私ども社民党は終戦後、敗戦後、設立以来憲法を守る、そして原発には一貫して反対してまいりました。なぜ原発がいけないかということは、福島のあの大事故でお分かりになったとは思いますが、一旦事故が起こりますと、途方もない広大な面積、広さのところに被害が及びます。場合によっては国境を越えて放射能が流れていきます。そしてその放射能が50年も100年もそこに居座って人間の体に影響を与える、本当に恐ろしいことであります。そしてもう一つ恐ろしいことは、一旦事故が起きたらそれをブレーキをかける術がない、今のシステムではありません。ですから福島でもあのように時間をかけてやらざるを得ない、こんなノーブレーキなシステムは直ちにやめるべきであるというふうに私どもは考え、5月28日に先日ですね、中部電力へ行って浜岡原発をやめろという申し入れをいたしました。しかし中部電力ははっきりした返答はしなかったんです。ところが先日また菅首相がああいう浜岡原発やめろという指示を出しましたが、しかしこれ皆さんごまかされてはいけません。たった2年間、震災対策が出来上がるまでの臨時的な措置であります。その以後はやってもいいということになります。しかしもう原発はドイツでは国策として脱原発ということで動いています。日本も今こそ原発依存の体質から脱却をする必要があろうかと存じます。脱原発で皆さんと共に私ども社民党頑張ります。どうかよろしくお願いします。